紹介いたしましょう。皆さん、盛り上がる準備できてますか？さあ、いきましょうか。まずジャッジメント、一人目ご紹介はレッペゼレンアリア、そしてグッドメンから出たビーボーイスタク。いやいやいや、すげ2人目は、はい、ご紹介していいですか？はい、もうこの方ね、もう皆さん、この方がいなかったら今日エントリーできなかったかもしれない。そう、それは言い過ぎかな。でもそろそろ、このね、エンターのステージもさらにさらに、飛躍していただきたいという願いをもう常に持っておりますけども、もうこの東京の B-Boy シーンに、もう何個も何個も、衝撃をもたらしておるこの男でございます。 T シャツがもうすでにやばい。 T シャツやばいで見たい。 T シャツやばい、 T シャツやばい、 T シャツやばい。はい、と言わせていただきましょう。レペゼンジャパン、レペゼン東京、イエーリズムスニーカーズ B-Boy クォーザーロではですね、あの B-Boy のみならず、あの B-Boy パークの MC バトルのジャッジとかに呼ばれますから、ね、もうミスター B-Boy、 ミスター B-Boy なんですけど、だから他のジャンルのラッパーとか DJ、 他のジャンルの人から見てもミスター B-Boy、 ミスター B-Boy 代表して呼ばれてますから、本当に市長はよろしくお願いします。引き続きありがとうございます。ロックステディクル東京レベル0、なんでですか今日はびっくりしたんですけどさあ、ではラストの B-Boy ご紹介したいと思います、はい、本当に、30周年おめでとうございますというところで、ございます、はい、今日も来てくださっております、昨日は大阪から、もう最近本当に引っ張りだこということでね、ぜひ、今日もですね、バッチリなジャッジメントをしていただきたいと思います、はい、ご紹介しましょう。レペゼン What's in the breaker B-Boy ちゃん、またね、ケンスティブの選曲も熱いです。